帰る？何しようかな。これも必要やな、これ。塩丼ってなんやろ。パスタやないけど。これもこれもいい。うん？無理。ちょっと待って。そうね、はい。僕、あれだな。野菜チーズカレーに。どこに？カレー？うん。上。え？チーズカレーでいいよ。入るさ。先入っとって。濃厚アヒージョン。いかに？背が入ったっていい。うん、かなりヘルシーな塩丼、野菜たっぷり、栄養間違いなし、オリーブオイルと香草塩をかけて召し上がるととても美味しくいただきました。薄味ながらも野菜の甘み感じることができ、深みのある味付けでした。オリーブオイルも香草塩もマッチして最高な一品、小豆島のご当地グルメ塩丼でした。こちらも塩丼、こちらは豚肉が乗ってる塩丼です。ニンニクもあって美味しそうですね。こちらはスパゲッティ、オリーブオイルたっぷりかけるとやみつきになりましたね。とても美味しい一品でした。バイチャー。